5番の阿部大輝がさらに叩くのかどうか。阿部が中段の外目、インコースは4番の栗田、1番の山川、後方の8番手です。赤番の1センターで前段を抑え切ってペース掛けに持ち込むか。2番の山本慎一、5番の阿部大輝は中段の外目、中段内側4番の栗田貴則で最終周回と向かっていきます。1番の山川後方の8番手、中段が並走の状況になっています。4番の栗田が3番手をさばきに行きました。6番の小西と競っています。隊列短いところ、2コーナー8番手からまくっていく1番の山川マーク、8番の服部正広でバックから3コーナーカーブへと入っていきます。3番手は4番の栗田がさばいています。まくってくる1番の山川ですが、現在は3番手アウトコース、4コーナーから直線です。先頭2番の山本慎一、マークから9番の三谷翔太、9番三谷に並んで1番の山が燃えてるわ。悪いな、体感させていただきます。悪いな、ワンツー決まると思ったんですけど、ちょっと山川さん重かったっす。ああ、重いっていうのはこの辺、全体的に重かったっす。風は出てくるでしょ。風はそんなになかった。なんかバンクがなんか重かったっす。